バカみたいに素直で、バカみたいに前向き。私から見た水木はそんな子。元吉さん、おはよう。あの、私。うわ、無視。鈴村さん、かわいそう。ああ。っていうか、昨日の元吉見た？ひどかったよね。何？鈴村さんの手紙っぽいの、目の前で捨ててた。やばー。行くわ。一緒にいた森はサボって逃げたらしいよ。やめてよね、ゴミつけるの。自分ダメですって態度、イラつく。あんなことがあったのに、それでも水木は。聞いて、ポーラ。今日一日勇気でなくて、全然元吉さんに話しかけられなかったよ。ああ。またぬいぐるみと話してる。まだ元吉さんと友達続けようとするの？天宮さん。あんなひどいこと言われて、これ以上一緒にいる必要ないと思う。水木の良さに気づく友達はもっと他にも。天宮さんは優しいですね。私、これまで友達がほとんどいなくて、できても少ししたらみんな離れていっちゃうんです。でも元吉さんは入学式で声をかけてくれただけで嬉しかったのに。あ、また一人で行こうとしてる。あ、お昼も移動もなんで一人になろうとすんの？一緒にいていいかわからなくて。わかるでしょう、空気で。すみません、空気とは。どうしよう、呆れられちゃう。ああ、もうわかった。これに登録するから LINE 教えて。諦めないでくれた初めての人なんです。だから何か嫌な思いさせた私が悪いんです。何か間違えたまま終わらせたくないんです。そっか、終わらせた方が傷つかないこともあるのに。それでも水木が頑張るなら、私は。急に授業が DVD 鑑賞とかラッキー。寝れる。見なよ。イケメン俳優出たら起きる。あ、やば、忘れ物した。大丈夫だよ、ルリナーも持ってきてないよ。こら。いや、スマホ。それはダメだわ。いってらあ、元吉さん。移動しないの？次、視聴覚室だけど。さっき先生が来て急に変更するって黒板に。ああ、私前の授業の係でさっき戻ってきて、黒板消されてたから分かんなかったわ。もしかして誰かが分かっててわざと消したんじゃ。教えてくれてありがとう。少し後から行くから、私と一緒に戻ったら印象悪いし。別に大丈夫でしょう、行こう。なんか水木といる時と雰囲気違うかも。元吉さんはどう思ってるんだろう。黒板消すとかないよね。この前も大変だったね。
でもみんなだって鈴村さんに頼み事してたのに。まあ。どう反応するか。鈴村さんも要領悪そうだし、イラッとするのわかるわ。不器用だけど、できない子じゃないでしょ。あ、この人、瑞希のことちゃんと見てる。っていうか今、私の悪口にイラッとした。元吉さん、何？ああ、なかなか来ないので。もしかして黒板消されてたりしたら困ってるんじゃないかって。若じゃないの？あ、元吉さん、なんでまだ絡んでくんの？仲良くなりたいって何？またパシられたいってこと？いつまで私の顔色伺ってんの？元吉さんは瑞希のこと。バカじゃないの？ただ走ってたんじゃないのかも。瑞希みたいなことして何してんだろう私。でも少しでも何か手がかりが。リカ？何してるのこんなところで。今日は塾の日でしょ？ママ。リカ、答えなさい。はあ、本当あんたは。そうやってすぐ投げ出して。だから第一志望も落ちるのよ。努力が足りないから上に行けないのがわかんないの？少しはお兄ちゃんを見習って、ちゃんと。うるさい。必死にやったってできない人間もいるんだよ。リカ！何今の。この間の小テスト返すぞ。あ、元吉さん、あの、嫉妬？やば。ここまで無視するのなんでかなって。前パシってたのもあるし、今みたいな態度を元吉さん的にも良くないでしょう。関係なくない？そもそも自分からパシられようとしたんだからね。対等な関係を初めに捨てたのはあっちだから。え、光？何今の。やば。何でもないから。っていうか、ああいうこと言うの珍しいね。鈴村さんに興味あったっけ？いや、最近教室空気悪いじゃん。そうだけど。はあ、あっぶなかった。何してんだろう私。本当はもっと。瑞希ちゃん？いないよ。おかしいな。
まだ帰ってないみたいなの。もうすぐ夕飯の時間なのに。ちょっとコンビニ行ってくる。今この状況でただ寄り道してるわけない。みずき、はあ、なんで逃げんの。雨宮さんに合わせる顔ありません。迷惑かけてごめんなさい。いや、今日のは。この前も元吉さんと話してくれてたし。なのに私、雨宮さんの優しさに全然応えられなくて。別に優しくなんかない。優しいです。私なんかのためにいろいろしてくれて。なんかだと思ってたら、こんな面倒くさいことしないから。でもそうやってまた否定して、なんで私が何言っても信じないの。あ、鈴村さんって全然私の言葉信じないよね。勉強とかできるんだし、もっと自信持ちなって言ってるのに。元吉さんに比べたら全然ダメだよ。それ本気で言ってる？重い。あの、それ代わりに持ってくよ。え、いいよ。でも一緒にいてこれくらいしか私役に立てないし。そんなことしなきゃ仲間に入れないと思ってんの？え？もういいわ。鈴村さん、課題やっといてくれる？あ、はい。だから元吉さんも。対等な関係を初めに捨てたのはあっちだから。瑞希は自分のこと下に見すぎなんだよ。瑞希の悪いところは全部自分が悪いって思うとこだよ。はい。客切れみたいなことしてバカみたいだ。もっとうまくやれると思ってたのに。ほら、立って。私、雨宮さんに怒られてばっかりですね。でも私、雨宮さんに怒られるの嬉しいんです。変ですよね。瑞希の前ではダメな自分をどんどん隠せなくなるんだ。元吉さんにももっとそうすればいいんだよ。え？そうやってまっすぐ向き合えるのが瑞希のいいところなんだし。もう帰るよ。はい。最後まで動画を見てくれてありがとう。